はい、僕最近石鹸シャンプーでしっかり髪洗ってるんです。すぐにフケが出てしまうようになりました。シェディングの影響で違う違う、小麦の睡眠の影響で違う違う。だからそもそもね、フケの話今なってるでしょ。フケが悪いと思ってることが問題なんだよ。あの、人間でいうと皮膚の代謝みたいなものなんだから、本来フケが出ることは悪いことじゃないんだよね。昔で言えば結局あの外見とか体裁とかそっちからしか入ってしまってなくて、いわゆる合成界面活性剤のシャンプーとかを使うと、全部とにかく皮膚の上にある油とか皮膚バリアとか全部こう根こそぎ剥がしちゃうんですよね、化粧品とかと一緒で。そうすると当然ながらフケが出ないみたいな話になって、そうするとやったーっていうふうに喜んでるけど、フケが出るっていうのも同じことで、自分の体から悪いもの出してるみたいな、代謝を促進してるみたいな、そういうイメージから考えなきゃいけないから、悪いってそう簡単に捉えるものとは違うんですよね、ということから考えなきゃいけなくて、そのシェディングだとかなんとか言ってること以前の問題よ、価値観が違うんですよねと。毎回この質問っていうか、こういう類の質問よく出てますよねと思いますね。だから子供の足が臭いとかよう言われるのよ。子供の足は臭くないといけないんだよ、ボケがみたいな、っていうのはよく言う話ですね。同じことだと思います。